友達テレビをご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。この歴史をですね、神野先生と語るという、まあ語るって怒られちゃうかな、教えていただくというですね、回の2回目であります。日露戦争から入りました。それ日露戦争の中でもですね、天佑、まあ日露戦争には数々の日本に幸運があったわけですが、まあ、その話から入りました。で、幸運というのはまあ単なる運だ、もしくは偶然だというにはとどまらない深みがですね、まあ、日露戦争の天佑には現れておりますので、まあ、それと歴史との関係をまあ皆さんに楽しんでいただこうというのが、この神野先生との最初のあれですね。で、予想通りもう全然進みませんでね第一回やったんですけど、ほんの触りぐらいしか、やっとやっと日露戦争に到達いたしましてね、それで今日から日露戦争の具体的な戦争に入ります。しかしこの中にもですね、まあ数々の大きな歴史的なうねり、もしくは世界各国への影響っていうのがありますので、まあ、それをお楽しみ、いただければと思います。それでは神野先生よろしくお願いいたします。じゃあパネルをそこのとこからスタート。あ、そうですね、いよいよ日露戦争ということになりまして、まあ、その前 の状態は前回をもう一回見ていただくといいんですが、日露戦争は満州で戦いがありますんでね、まあ、満州というとこの辺りですね。そうですね。したがってやっぱり軍隊は日本国内で戦争じゃありませんので、ロシア艦隊軍隊が、ま、日本で待ってるのを迎え撃ちするってんじゃないもんですから、我々が出ていかなきゃね、日本人が出ていかない。ところが満州ですからね、直接ウラジオストックあたりのロシア領に上陸するか、それとも朝鮮に上陸するか、それとも中国に上陸するかっていう、そこから始まるわけですね。まず陸軍がそこに渡んなきゃいけないっていうことで、まあ、その難しい問題が最初にあったってことで、どうぞお願いいたします。はい、実はですね、日本列島がここにあって、で朝鮮半島があって、この戦地満州、この満州争奪戦と言ってもいいですからね、今回ね。で、実はそこまで兵を運ぶルートとして、この丸の内、九州から対馬をこうやってこの釜山に上陸する、この案が一番運びやすいです、うんうん、なぜならばこれ、航路が短いですからね、うん、1番2番3番で、これ1番が一番短い、うん、で、当時ね、ロシア艦隊は3つありまして、このウラジオストック艦隊、このウラジオストック艦隊というのは巡洋艦5隻いました、うん、それほど大艦隊でもないんですが、ちょっと無視もできない。で、このインチョン、仁川というところにもいたんですが、これはね、巡洋艦1隻に砲艦1隻なので大差もないです。で、この旅順、これが一番大艦隊を持っていて、戦艦5隻、戦艦7隻か、うん、で、巡洋艦9隻で、駆逐艦18隻という大艦隊がありましたので、これが一番怖い。そこで日本としては、ここでね、海で沈没されたら困るもんですから、一番短いルートを通りたいところなんですが、ウラジオストック艦隊がやってくるにはちょっと遠すぎる、それにここはそれほど大艦隊でもないので、まあ戦艦で護衛すればなんとか釜山までは安全に輸送できるんですが、ここから朝鮮半島をぶっちぎって陸路を延々と歩きでいかなければいけません。これがネックです。当時朝鮮は非常に、まあ今でもですけどね、反日的なので、この朝鮮人の睨みを引く中を延々と歩いていかないか、物資の補給もなかなか円滑にいかないです。ということで、じゃあこの大湖山というところまで運んでいって、ここからならもう目と鼻の先なので、これはいいじゃないかと思いきや、大艦隊がある両陣から攻撃をされて、陸にたどり着く前に海の木図になってしまう可能性が高い。つまり第1案も第2案もね、どちらも欠点がある。そこで、まあ、一般的に戦争で陸軍 の海を渡るってのは難しいんですよね。そうなんですよね。これでその当時は僕ちょっと知らないんですけど、太平戦争の厳しい時なんかは、兵隊っていうのは戦争の暗いところにね、立ったまま、あるいは立ったままずーっとこう、これでもその兵卒の運命っていうのは、その船が沈めば泳げても死んでしまいますからね。そうですよね。だから泳げ、こう立ったままそのままブクブクって行っちゃうんですよ。それで、うん、
あの商船で運びますからね。そうですね。だからもう駆逐艦1隻くらいあったらバンバン撃たれて、もう立ちどころにね、あ、沈没させた。一発ですからね。ですからどうにもなんない。もう何の戦うこともできないまま物資、兵隊がね、海の木図になってしまう、これが怖い。だからまず最初に日本軍が考えたのが、この旅順を封鎖して身動きできないようにしたい。そして軍隊は人選から上陸すれば、まあ、どちらもね、海軍も真ん中ぐらい、陸軍の航路も半分ぐらいということで、人選インチョンとこのルーシュン、リョジュン、この2つをね、まあ、ほぼ同時に攻めようということになります。で、次のページかな。で、ここで、インチョン沖海戦って書いてありますけど、ここでね、日本海軍がまずインチョンを攻める、と同時に実はリョジュン攻撃作戦、これもかけてるんですが、もうほぼ同時です。こちらが1日か2日早いのかな。ということで、このほぼ同時にやるんですが、この両順封鎖作戦、この両順の湾をに船を沈めて閉じ込めてしまおうという作戦もやってるんですが、こっちは失敗してます。ただね、これもね、両順攻撃作戦は失敗した失敗した失敗したと語られるんですけど、実はここでも転移が起きてます、そこでね、その両順攻撃作戦の時にレトビザンという戦艦がここにいたんですが、これが実は大破してます。なるほど。ここで大破、沈没はしなかったんだけど座礁してね、まあ修理して治るんですが、この時にレトビザンが大破したことが後で後々に絡んでくるので、そしてそれが あの時レトビザンを大破させて座礁させたのが天佑だったんだって分かることがありますので、ちょっと覚えておいてください。ほらこの時の有名な歌が杉野はいずこでしたか。ありますあの時の大尉かなんかいましたよね。有名な旅順港封鎖作戦。そうこれ旅順港の封鎖が一番最初にやった作戦ですかね。そうですね、旅順港封鎖作戦自体はこちらよりも後なんですが、なるほど、始まったのはこちらの先です。先ですか、なるほど。この人選の戦いは、人選にまあ2隻ぐらいロシアの戦闘船がいたんですけど、まあ、これに対して日本がまあ倍ぐらいか3倍ぐらいできますからね。そうですね、これは戦争して勝てると。勝てる。ところが旅順の方はもう大艦隊ですから、これはもう大海戦になっちゃうんで、まず最初に旅順っていうのは港がこう最初狭まってるんですから、旅順港めっちゃ狭いんですよね。そうです、そこのところに突撃隊を出して、突撃隊の船を沈ませて、それで船が沈んでるから艦隊が出れないようにしようっつって突撃隊が行った。その突撃隊の旅順封鎖作戦の時の突撃隊の歌が有名でね、杉野はいずこっつって、あるちょっと今また思い出しますけどね、将校の歴史が、広瀬中佐だ。そうですね、広瀬中佐が艦長で、それで封鎖作戦で船沈ました後、水兵が一人いないんだね、その名前が杉野。その杉野を、探して船の中走り回ってるうちにロシアの砲弾が来て、広瀬中尉も沈没して死んでしまうっていうね、まあそういう悲劇のあったところですが、そうですね、それがこの時ですね。あの時にそのレトビザンっていうのがやられた、魚雷が当たって、魚雷が当たってね、でなんとか逃げ込んだんですけど座礁して。なるほど。そのことをちょっと覚えててもらって、で今回ね、この人選沖海戦は、もう唯一と言ってもいいぐらいね、日本海軍が優勢のまま勝ったので、ここから上陸していって作戦通り満州に向かうと、こういうことになります。ここに秋山実之っていう有名な参謀のあれが書いてありますか。いますね。この秋山はこの航海海戦で有名ですからね。これまた後で、はい、というわけで、こちらに向かっていくんですが、ここに大緑港という川が走っているので、ちょっと前に戻ってもらえますか。ここで、黒木田山がね、第一軍率いてやってくると、はい、あと今でも中国と北朝鮮の国境になってる川ですね。これが黒木っていうのは第一軍、その当時第一軍、第二軍、第三軍と第四軍まで、四軍まで、はい、一応それを派遣したわけですが、第三軍の司令官の乃木希典が有名ですけど、第一軍が黒木大使、田山と中将ぐらいですかね、感じとしては。あ、どうだろう、多分中将ぐらいですね。それがこの第一軍を率いて大緑港に行く。
で川にぶつかるわけです。そこにロシア軍がいると。そうだ、うん、でこの川を挟んで対峙した時はどちらが不利かというと攻め手が不利なんですね。あ、なるほど。攻める方はどうしても川を渡らない。渡か川渡ってる時はもうその兵隊軍隊無防備なので、そこ攻め立てられたらもうね壊滅してしまう、うん、だからロシア軍はねここで待ってればいい。待ってる。もう増援が次から次へ来るので、はいはい、日本としては一刻も早く渡りたい、はいはいはい、待てば待つほどもう不利になります、はい、もう日本はねこちらからも補給がもう全然来ないので、はいはい、もう時間が経てば経つほど兵糧を食い潰しちゃうので、うん、もうとにかく一刻も早く越えなきゃいかんだけど、もちろんロシアはもう万全の体制で渡河するのをね、うん、待ち伏せて、待ち伏せ、向こうはねマシンガン持ってますからね、持ってるね、ダムダムダム込めた、はい、もう実はねロシアはこのちょっと前に、ハーグ平和会議での開いて、はいはい、あのハーグ平和会議でダムダム弾なんてね非人道的なものは使っちゃダメ、うん、あの気球を使って空から爆弾を落とすのもやめようとかね、うん、そういうねあの戦争のルールブック作りをしてるんですよ、はいはいはい、それを主催したのがロシアなんだ、はい、そのロシアがダムダム弾なんてね非人道的なものを使うのやめようよって言って戦争が始まるとここにダムダム弾を超えますからね。いやもうそうなんですよあのねちょっとその話が出たんでちょっと忘れてたのは、人選に上陸するときね、日本が人選に上陸して戦争を始める前には宣戦布告なんかしてないんですよ。人選を攻めあれ開戦の前かな、何でしょう、戦争が先ですよね。そうですね。それから宣戦布告。これであの日本にはね非常に大きな誤解が山ほどあるんですけど、まあ、今言われたダムダムマンもそうですけど、あのヨーロッパ人というかアーリア人というか白人というかはね平気で嘘つくんですよ。それで平気で嘘つくんだけど、日本人は自分が嘘つかないから、例えば今言ったダムダム弾ハーグ平和会議なんかでダムダム弾はいけないよっつった当人がダムダム弾をまず前線に持ってくるっていうね、それは嘘に決まってんじゃないか、お前国を守ろうとしてんだからって、ああロシア人にももちろん理屈あるんですよ。我々やってることは我が国民が血を流して死ぬのを防いでることだから、そんな嘘なんて言うんじゃないよって言ってんだけど、それがね、うん、彼らがダムダムダムを使ってる理由はね、 あれは白人同士の話なんですよ。あ、そうなの。あのね、そうだ、僕は人間同士には使わない。そうなの。そうなんですよ。だから相手はマカウキーなので、そう、猿だから問題なし。そうなんあのね、やっぱりちゃんと論理は立ってる。そうなんですよ。ただあのあ、だからそれはフランス革命の時に、フランス革命で自由平等博愛してるけど、あれは主語が白人男性って書いてある。そうです、ね、白人男性です。その自由平等博愛の白人男性だけだ。だからもちろんあのフランスの、あの選挙権、女性選挙権って1946年だからね、フランス革命で150年も経ってる。だから彼らが言ってるのはよく聞かなきゃダメ。日本人はもちろん人間じゃないから。アメリカ独立革命の全文もね、うん、All men are created equal、ね、うん、全ての men、人間は、うん、平等に作られているって言うんだけど、うん、あのメンを人間って訳すんですけど、あのメンっていうのは白人男性って意味ですか、ね、いやそうそういやだからこれはね、日本のね、あの中学高等学校教育で非常に間違ってるのはね、うん、あのフランスの人権宣言とかそういうのは全部白人男性だけなんだって。そう、最初の女性すら違う、同じ白人でも。女性全然違う、女性は人間に入ってなかったからね。だからもうそういうの多いんですよ。まあちなみに言いますと、普通選挙が一番最初に行われたのは、僕の解釈では先生違うかもしれませんが、あのムハンマドが出た後のカリフ、政党カリフ4大時代、おこれは全部平等選挙ですからね、納税も関係ありません。おだから普通選挙の最初は700年だっつってるんですよ。ああそういえばそうですね。そう、ところが、白人がやってないからそれは無視してフランスだっつって、そうそう、それから女性参政権が最初なのは、僕のあれでは1937年のトルコだと思うんです。あれ、あのアタチュルクのいる時の あれがあの女性参政権世界で一番先。ところが今はなんかアラブ人は巻いてるとか、なんか顔隠してとか言ってますけどね。だから本当ね、さっき言った宣戦布告もそうで、パールハーバー、真珠湾も宣戦布告よりか前だったなんて言うけど、いや宣戦布告してから戦争なんてな、まあ、あったかどうか知らないけど一例か二例でしょうね。ほとんど大体戦争が起こりそうな時は保証を置いて紹介出して
ちゃんと奇襲を受けないようにするのが当たり前だね。大体ね、戦争というのはもうそこに至るまでに外交交渉をやり尽くして、もうやり尽くしてやり尽くして、もうお互いにああもう戦争だな、もういつ起こってもおかしくないなと言って、もうね戦争準備をし始めて、そうそう、もう向こうも分かってる、そう分かってる状態で宣戦布告なんか何の意味もないわけですよね。だから例えばね、戦線国やってから戦争の準備するアホはいるかって、ね、そうちょっと前戻してもらえますかね、はいはい、ちょっといくつだったかな、もっと前あ、これですね。ああ実はここでね、小村寿太郎が国交断絶状っていうのを出してるんですよ。なるほど。もうこれがね、実はもう戦線布告に近い。それはそうだ、国交断絶だもんね。もうここまで揉めに揉めて、もうね、もう話し合いの余地が全くないという状態で、もうね、あのビルヘルム2世が心配してますからね、ちょっとは譲らないと。あ、そうよ、あのね、さっき質問したかったのは、ビルヘルム2世がニコライ2世にお前ちょっと譲れよと、そう、そしたらこれだけ日本を痛めつけたら日本暴発するぞと、そう、そしたらニコライ2世が冗談じゃないよ、あんな地方国家ってやるでしょそうそう、ということは2人の間に話し合いができたと。この人たちね、いとこなんですよ、うん、ああ、だから非常に仲良かった。もうドイツとしかしロシアはあの頃は喧嘩状態ですよね。そうなんですけど、うん、国はそうでも、うんうん、やっぱりいとこなので、いつも結構ね、社交的に話してる。社交的な話だからね、気持ち的にはね、しんどくなんですよ。ああ、なるほど。だから国家と個人は違う。違う、そう、なるほどね。だからもうこのビルヘルム2世ですらこうやって心配してる。国交断絶状は2月6日、うん、2月ですからね。あ、まあ人選置き換え戦は5月だったかな。あ、でこれを見て、うん、もうね、駐日ロシア大使がびっくりして、うん、これって宣戦布告って聞いてるんですよ、うん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 、これ戦争ってことって聞いたら、うん、この小村寿太郎がまだ戦争ではないっていう意味深な言葉を発していて、どういう意味それって言うんですが、それに答えなかったもんで、実は未だにこの言葉の真意が分かってないんですよ。なるほど、なるほど。まだ戦争ではない、つまり今現時点においては戦争状態ではないけども、もうこれは宣戦布告だということをね、踏めよっていうことなんですよね。なるほど、なるほど、うん、でこの、ビルヘルム2世がニコライ2世にお前ちょっとやりすぎじゃないか、いくらなんだってそこまでやったら日本は牙向いてくるぞと言ったのもその頃ですかね。これもね、そう、これは3年前の年ですね。前の年ですか。1903年の秋って書いてありますね。まあ一触即発の状態であったということですね。だからもう日本はちゃんとね、宣戦布告するとまだ準備が整ってませんからね、うんうん、まずいので、うん、もう向こうに宣戦布告だということが伝わるようにちゃんと意思表示はしてるんですよ。なるほど、なるほど。ということで、ここで、5月5日ここで、睨み合うということになった時に、日本はどうしても一刻も早く渡りたい、でもまともに渡ったら滅ぼされる、その時に、まあ、よく使われるこういう状況になること、戦況になることはよくあることなので、洋の東西を問わず、国を問わずよくあることなので、そういう時はまあ大抵ね、上流、まあ、川というのは下流よりも上流の方が少ないですからね、上流に、軍橋をかけて渡る、これよくやるパターン。例えばですね、ちょっと次のページ、実はこれね、ナポレオンのロシア遠征のパネルなんですけど、ここでね、モスクワにやってきたナポレオンですが、これ、焦土作戦でモスクワ焼き払われてしまったので、もうどうしようもなくなって撤退が始まるんですが、この撤退で累々と屍を重ねるというのはこれ有名な話ですよね。その時に、このベレジナというところの川に挟んで敵が待ち構えていたと。逃げてまいりましたナポレオン軍はこの川を挟んで睨み合うことになるんだけど、ロシア軍がどん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 追っかけてくるので、いつまでももたもたしていたらこれ挟み撃ちに食らって壊滅してしまうという時に、ナポレオンがやっぱり下流の方に行くぞと陽動作戦をかけながら、実際には上流に架橋して逃げた、こういうことやってますね。あと次のページ、これ中国なんですけどね、あの有名な項羽と劉邦のね、あたりの話なんですが、実はこの項羽がね、魏、
朝、西、蘇、九校で軍事同盟を結んで韓包囲網を築いてね、劉邦は危機に陥ったことがあったんだけど、この時に実はね、この韓信がこのね義の、包囲網の一角である義を滅ぼすために、軍を出したんだけど、ここでね林信というところと義も軍隊を出して、ここでこれ黄河ですけどね、うん、黄河を挟んで睨み合うとなったことがあります、うん、この時も韓信はここで、進軍するぞという見せかけて実は北に軍を運んで、うん、ここでね木王というまあね大きな樽、この樽でいかだを組んで、溶かして、うん、ここで、本部を暗流を吸収して壊滅、一気に滅亡というね、状況になったことがあるので、まあね例を挙げたらマイクにいとわないんですけど、川で睨み合った時には大抵上流で回り道をするというのがよくあるパターンです。で今日の弟子、今回もね、黒木為元はね、こちらに上流に軍橋を作ろうと思ったんだけど、うんうん、ロシアだってバカじゃないので、当然、それこにはね、見張りをつけてます。でももうね、余力がない、もう今晩行くぞ、昼間はね見え見えですからね、夜のうちに軍橋を作って溶かしなければいけない。ところがこれには条件がある。月夜の晩だったら明るくて見えちゃうので、はい、真っ暗な闇の夜でなければいけない、うん、ところがその決行の日、うん、よりにもよって満月でした。月齢 14.6 のね、うん、満月でした、ね、だからもう今日しかない、うん、でも閣下、今日は満月ですよ、丸見えですよ、言われるともうね雲が出ることを祈るしかないと言うと、その日雲がうおーっと暗雲が垂れ込める、うん、でもね雨雲がやって真っ暗な闇夜になっているのはいいんですが、雨に降られるとあっという間に増水してこんなチャチな群郷は壊れちゃうので、はいはいはい、雨は降っちゃダメ。雲は厚い雲が来てくれる、しかし雨は降らない、雨は降ってはダメ、うん、いう状態で、なると雨雲が出てくる、雨降るなよと思いながら群郷を立てる、うん、でもねその闇夜の時代は夜はねロシアはもちろん寝てるわけじゃない、サーチライトでこうああやってる、こうちゃんと見てるわけですよ。だからサーチライトを無効化するために濃い霧が発生してほしい、はい、もうこれももう人知ではどうしようもない、はい、神に祈るのみ、うん、そしたらその夜ね暑いね、霧が発生した、霧が発生した、だからサーチライトが効かないので、うん、もうこれどうしようもない、うん、そのうちにこの雨雲でも雨が降らない、そして濃霧という状態で軍橋を作ってこれを乗り越えます、はい、もう日本軍が渡り切ったところでもうねこらえていたのを待っていたかのように雨がドーンと降って増水します、これもねこれを天遊と言わずして何を天遊というぐらいね、うん、もう運がいい、うん、これで、突如として背後を襲われたロシア軍壊滅します。壊滅、そうすると東郷平八郎とかいろいろ幸運があるとか言うけど、黒木司令官も結構運が良かったっていうか、もうね運が良かった、あもうね黒木とか乃木とかではなくて、乃木じゃないか東郷とかではなくて、うん、もう全体的にね、全体的にね、うん、なるほど。いやこれはね僕もこの王緑湖渡河作戦の時にね、ちょっと霧とその霧と雲との状態は正確に把握したんじゃないんですが、いずれにしても当然渡河の時はもう工兵隊がまず橋を作ってる時から撃たれますからね、そうバンバンと、うん、だから相当大変なんだけど、それは結構幅のある川だし水量もあるんでね、うん、そこをそのちょうど雲がかかる、工兵が船橋を架ける、それで兵隊がどんどん渡っていく、その時霧が来て、一応渡れる、川は増水しないからもう貧弱な、あの当時どうかな、結構ちっちゃい戦いでは工兵が橋桁を自分の力で持ってる時もあるぐらいですからね、水の中で。でも今回の時は違う、ね、これは違うでしょ、ちょっと川が大きいから、うんうん、だけどちょっとちっちゃい川はね、工兵っていうのは橋のこう桁とか上に乗せるね板もね、板が運べない時もあるんですよ、うん、その時はもうほとんどなんか布を巻くとか、下は兵隊が一つの柱ごとに
2人ずつぐらいがちょうど川がこのくらいの水深ですと、そこにこうやってね、それを上がね、ご苦労さんっつって通る。あ、それは太平洋戦争の時？太平洋戦争もそうですよ。マレー海戦でもね、川を渡る時そういうあります。ありましたね。だからそのもう公平っていうのはもう大変でね、もう自分で橋桁にこうしがみついて上をずっと通るわけですよ。まあ昔はこの当時だけど結構大砲ありますからね、鉄の大砲は結構重たいですからね、あれね、あれ渡さないかんから大変なんですよね。まあそういうことでこの時の天佑っていうかね、黒木大将が、まあ、大将だったら中将ぐらいだったと思うんですけど、渡る時はまあそれは本当に素晴らしいっていうかね、ここであの3000とか4000とかこれほとんど損してなかったんですよね。そうです、うん、でもこのねここで勝利したのはいいんですけど、うん、ほら先ほどね日本は初戦でどうしても勝たなければいけない、これが初戦だからね。で海戦は人戦沖海戦だったんですが、はいはい、陸戦はこれが最初なので、はい、ここで負けたらもう日露戦争全体が敗北してしまう、みんな金出してくれなくなっちゃう。そう、しかもねここで勝ったとしても、うん、ロシア軍がねあれはね戦略的撤退である、負けたんじゃないよって言われちゃうと、なんで日本騙されたんだって言われるとやっぱりダメなわけ。ところがここでねロンドンタイムスっていうのがありまして、ここ読んでもらうといいんですけど、こたびの王力港の戦いはいかなるヨーロッパの一級陸軍をもってしても決して容易な技にあらず、日本軍の士気と勇気とその完璧な組織にはこれに見合う称賛の言葉もなしと絶賛するんですよ。なるほど、これのおかげで日本軍が勝ったんだというのが宣伝される。なるほど、これも日英同盟のおかげなんですよ。ああなるほど、日英同盟があるからイギリスは日本寄りの発表する記事を書く。だから日英同盟がなかったらこの頃ね日本軍は情報戦の重要性が分かってない。分かってないよね。だから世界中がね、新聞記者を派遣してきて取材させてくれって言うと、はいはいはい、軍事機密が漏れるって言ってもう排除しちゃうんですよ。いやもうそれで日本が損したの山ほどありますよ。そうなんですよね。だから外人は今度は外人記者は排除すると悪く書くからね。そうなんですよ。だから排除された記者がロシアの方に行ってでロシアがあれはね俺たちの手のひらさって言われると、踊らされてるんだよけどそのまま書きますからね。そう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 、日本軍は勝ってたにもかかわらず負けたみたいに書かれる。そうなの。いや男は黙って札幌ビールってだからそれは札幌ビールはそれでいいけどね戦争はダメなんですよ。そう、情報戦が例えば負けたって勝ったことにできちゃうぐらいの。そう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 、情報戦ね。だからねもう一つはこれ日本として反省しなきゃいけないことはね、うん、僕はアメリカとかヨーロッパ行っていろいろな人と接してね若い頃ああ分かったのはね、彼らは言った言葉を信じるんですよ。日本はねその前に腹芸とかね人間関係とあるんですけど、だから英語でも何でも主語がはっきりして全部言語もはっきりしてるのは相手の言ったことを少なくとも信じてくれる、ね、そうだと思ってくれる。日本ではそれはただ上の空って聞いとってあいつは人柄どうだからとか思うけど、あれはねなかなかアメリカ人イギリス人とかフランス人とかいいところなんですよ。要するに言ったことそのまま。だからある時に僕はなんかや会社の役員かなんかと一緒にこう行くの、僕は研究所長だね、そうすると役員の方はどう思ってるかって言ったら俺が役員だから俺の言うことを信用すると思ってる。ところがイギリスのね原子力庁かなんかの人はねあんまり役員がそう言うから、いやいや私は研究所長の言うことを聞きに今日来たんだと、こう来たんですね、それだからそれは彼らの発展のもとにもなって日本は参考にしなきゃいけないと思うけど、彼らは地位とかそういうんじゃなくて言ってることの論理性とかそういうのを見てこれは本当のこと言ってるなとか、だからこれでいこうとかってそういう感じなんですよね。その時にもう一個ね、これ全然歴史と関係ないですよ、僕らの世界ね、私が向こうが言ったのイギリスが、私が研究所長を呼んだのは経営のことを聞こうと思ったんじゃないんです、研究をどういうようなつもりでやってるか、したらねその役員がいや研究所長ですからこれからのエスティメーションというかやりたいことも入ってますから心配して言ってるわけだ、僕は暴走するんじゃないかと、そしたらさイギリス人がねいやいや大切なことは今までのことを聞こうとしてるんじゃないんです、研究所長がどういうふうにやりたいかってことを聞いてるんです、こう来たからね、やっぱなかなかイギリス人にはイギリス人の見どころもあるなと思いましたね情報っていうのは、最初に入った情報が広がって、後から誤報ですって言ってもなかなか
つの上は広がらないんです。最初が重要なんですよ。これはね、頭のね、人間の頭の大脳の構造を作るときに間違ったんですよ、うん、先に入ったものを正しいっていう構造をしちゃう。そうみたいね。そう、うん、だからね、あの後から、ね、どんなに時間です時間ですだってもう固くね。だからなんか最近でもなんか NHK がなんか雨が多く降りますって言うとね、みんな雨が多く降ると思ってる。その後僕は、いやいや1950年当時より雨が少ないですなんていくら言っても、ダメだ。そうですよね。もうそれでもうあのすごく悔しい思いになるの。そういう点でも戦後教育のね、はいはい、あの反日教育で先にそれやっちゃうと、これを覆すのはね、大変。もう至難の技っていうね。まあ行きましょうか、日露戦争。ということで、はい、あ、ちなみにね、うん、ここで、ダムダムダム作ってるやつがおるんですが、はい、ここでマカーキーがーって言ってますよね。先ほども言ったように、ちょっと話がそれちゃうかもしれないけど、はい、あのロシアはね、日本人のことをね、猿だ猿だって馬鹿にしてるんですが、そうそう、まあそのことをね、なんかひでえという言い方をすることもあるんだけど、まあ実は日本もロシア人のことをね、いろいろ言ってましたよ、はいはい、ということで、ちょっとね、次のページを見てもらうと、はい、あ、当時ね、うん、世界地図の外交情勢を絵で表すっていうのが流行していた。なるほど。国慶地図って言うんですけどね。なるほど、ね、国慶王は外交地図、あ、最初に国慶がついてるんです。そうですね、うんうん、っていうのが流行ってて、うん、で、これがロシアで、なるほど、ロシアを黒ダコに例えて、なるほど、こうね、足を伸ばしてフィンランドを抑え、そしてポーランドを抑え、そしてクリミアを抑え、トルコをがんじがらめにしてってね、やってるんですが、一本の足がこの東進鉄道から両順に向かってるっていうね。で、日本がここで水鉄砲飛ばしてね、火消しに薬器っていうね、いう絵なんですが、これ中国はこれ何ですか。中国は孫文ですか。孫文、孫文ですね。ああ、孫文ですか、うん、はは、なるほど。まあロシアはちょっとそういうとこもあって、ヨーロッパにも足を出し、トルコにも足を出し、 それから東方にも足を出した。これがカージャール朝ペルシャ帝国ですね。なるほど、なるほど、うん、で、この国慶地図、これ日本が発行してるんですけど、慶応義塾大学ね、と書いてありますけど、ここにね、前書きがあるんですよ。この前書きが結構面白いので、ちょっと読んでみようかなと思って拡大してまいりました、はい、ね、初言とか前書きってことですよね。ある有名な英国の政治家が露国をあざけって黒タコなる名称をつけたことがある、あったか、あ、なるほど、露国のやり口は黒タコに似ているかもしれない、いな、実際現に黒タコの通りをやっているのである。黒タコはやはり魚族で、魚じゃないんだけどなと思いつつも、魚族で人間根性を持っていないことは言うをまたね、うん、分けて黒タコなるやつはその性質はつらつとして、水面に飛躍するほどの肝玉もなければ、うん、正々堂々体語を整えて遊泳するような勇気も持たない、持たないか、ただ海底暗きところに自分の人所を構えて呆然、虚勢を張り、その頭の空っぽなるをも自ら悟らす。ものすごい言いようだけどね、うん、むやみやたらに、手を八方に伸べて振るる者は皆これを吸い寄せ。これがさっきの絵を表してるんですね。ひたすら逃さずと焦っているのであるけれども、体欲は無欲に似たりで、時々シャチなど小さなやつと見くびってかえって飛んだ大怪我をすることもある。現に、この図の黒ダコのざまはどうである。なるほど、ちょっと前に戻してください。黒ダコ ね、これもうむやみやたらに伸ばしてね、大怪我をする、これで大怪我するぞって言ってるんだね。なるほどね。この日本をね、シャチに例えて、あのね、科学の話、ほうほう、タコっていうのは骨がないんですよ。軟体動物、そうですね、もちろん魚は脊椎動物ですけど、軟体動物はね、あのこう動物の体で一番重たいのは頭なんですよそれで足の上に内臓があって、内臓の上に頭をつけるというのは普通の生物で、例えば魚でも横になってますが、まあ、ヒレとかあって、それから一番上、ここが頭で、それから内臓でしょ。そうですね。ところがね、タコだけは骨がないんで、内臓が頭を支えられないので、移動してきてここにいるんです。だからタコだけは足の上に頭があって、その上に内臓があるんです。だからここの今あれに書いてあったけど、ね、ここは頭じゃなくてこれ内臓なんですなるほど、なるほど。だから南国は考えられないですよ。
ほんで、あのそのだからこのタコとかイカっていうのはね、あの発展に制限があるのは、あの何しろだあのだ腸を上に上げなきゃいけない、内臓を上に上げなきゃいけないってことと、それがいつもフラフラしちゃうんですね。だから頭はどうしてもここにあるから圧迫されるので、あんまり偉くはない頭空っぽになるのっていうのは本当だったね。そうなんだ、今の頭空っぽっていうのは本当はそこは内臓しかないからね、頭脳あれが入らないですよね。で実際ね、うん、これからロシアの動きは、うん、西露戦争に敗れた後、うん、水防の一途をたどって、うん、それから十何年で滅亡しちゃったんだけど、うん、それというのもこれというのも手を伸ばしすぎたのが原因なんですよ。あ、なるほどなるほど。あまりにも手を伸ばしすぎて、あのバブルの時代の企業みたいにね、手を伸ばしすぎて、はいはいはい、バブルが崩壊すると倒れちゃうという感じだったので、だけど大体トルコなんかうまくいってたし、インドなんかもいやいやそうだから、アジアが一般的にロシアを嫌ってたってのはそうですね、うん、でかいし強引だし、そう、うん、はい、どうぞ、はい、to the splendid view.